いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、東洋ビーバレッジより2020年11月24日にローソン限定で発売された星のカービィ無敵キャンディ味 190ml 本体価格156円。こちらをご紹介したいと思います。ナショナルローソン、ローソンストア100ではお取り扱いしておりません。無敵キャンディー味ピーチミルク味入院料です。価値 1% です。入院料ということでこうなっております。残無脂肪固定分が 4.5%、 乳脂肪分が 0.7%、 そしてアレルゲンが乳成分と桃となっております。内容量は 190ml、 そして製造者はリフレカップ、販売者は東洋ビバレッジさん。よく振ってからお飲みくださいと書いております。ですね。カロリーは1本 190ml あたり 121kcal。炭水化物は 23.3g の目安となっております。さあ、そしてストロー付きです。星のカービィのコラボ商品です。ゲームに登場する食べるとカービィが無敵状態になるキャンディーをイメージしたピーチミルク味のドリンクです。まずは振っていきたいと思います。はい。では、開けていきたいと思います。さあ、そして、店名はこうなっております。開発者の声として、ゲームに登場するキャンディーのような、ゲームに登場するキャンディーのように、飲んだら無敵になるような甘さに仕上げました。お子様から大人の方までお楽しみいただけるテイストです。デザインはカービィの色でもあり、ピーチカラーでもあるピンクをメインにデザインしました。どんな味なんだろうな。いただきます。パッケージは全部で6種類、うちシークレット1種類。いろいろな表情のカービィを探してみようとです。もう桃ミルクうん、桃ミルク、うん、ピーチラテってもいいくらい美味しい。味はもうめっちゃピーチミルクの味がして美味しいです。評価は4です。あ、美味しい。これピーチミルクの味が本当にふわっとしてもう美味しい。甘いんで好きな人にはもうおすすめです。ただね、この無敵キャンディー味って書いてあるから、なんかキャンディーがなんか入ってるのかなってしたら、ピーチミルクの味しかしないんで、キャンディー味ってつけんのなんか間違いだったんじゃないかなみたいな、無敵ピーチミルク味って風に普通になんか出した方が良かったんじゃないかなっていう気はしましたけど、ちょっとその子のなんか戦略がちょっと私にはよくわかんなかったなって気がします。無敵はいいと思うんですけど、キャンディーがなんか食感のパチパチなんか入ってるものが入ってるんだったら、またあキャンディーだなとかわかるけど、なんかキャンディー感が全くなかったので、ネーミングとしてはちょっとうんって気がしましたけど、普通に美味しいミルク味、美味しかったです。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では